ゆっくり霊夢カッコウプ主です。マリサだぜ。前回は、織田家、斎藤家を滅ぼしていったね。斎藤家は甲状腺で一気に城を奪ってからの滅亡だったから早かったんだぜ。おかげで兵力も前線で確保できたし、次の本拠地移動の候補もできた。10年以内三色エンドチャレンジもいよいよ後半戦。残りおよそ3年、どこまであがけるか。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は金山城制圧して終わったんだったな。全部待機場して再び機内目指して進軍しようって状況だよ。ここで一度城数確認。エンディングまであと35だな。そろそろ多分機内に一気に攻めていっても制圧してれば数足りてくると思うんだよね。まあ軍団も周辺制圧していくだろうしな。一応次進軍のルートでどんな選択肢が取れるか確認はしていこうか。三木家、六角家が機内進行での甲状腺狙える感じだな。三好家は物理的に将軍を襲っちゃってるのね。イベントなかったことにされてるな。でも逆にここまで機内に広がってくれてるなら伊賀上野城ルート最初の集合場所、昇竜寺城で異風境発動すればかなり巻き込みそうだ。筒井家、鈴木家まで吸収してくれてたらもっと話早いんだがな。最下城育ちすぎて攻めれなくなってるんだろうね。あと前回最後くらいに今川家との婚姻同盟が切れてるから一応いつでも攻めれる状態ではある。すぐに同盟解除はこちらの機内攻めもあるから一度延長したが1年後状況次第では潰しにかかれるんだぜ。まずは大名部隊で機内の三色エンド条件満たしてから最後に城数増やしていく方が良さそうだね。となるとまずは六角家攻めか。沢山城経由して観音寺城で六角家ほぼ終了プラス兵糧補給、そこから伊賀上野経由して昇竜寺城で異風境発動。この流れできたら一気に城数と三色エンドの条件近づきそうだ。確かに、1年中にペースで行かないと間に合わないからそれくらいやっても良さそうだな。それじゃあ大名部隊のルートは決まりだね。あとは各軍団どこ攻めてるか見ておこうか。虎正軍団は畠山家。種虎さん軍団は伊達家、足名家だね。勘助軍団は種虎の支援だな。伊達家も南部家統治に挟まれちゃってるからもう終わりが近づいてる。それじゃあ長旅&激戦になりそうだからしっかりと信玄さんの兵力回復させていくよ。富山城制圧、包囲する間なく終わってるな。もう畠山家は反撃する余裕もなさそうだ。あ、将軍終了のお知らせ。我らの勝利、世に知らしめ。長吉さん将軍に手を出しちゃったのね。聞いたこともないわ。特別報酬ちょっと強すぎん。これはやべえ強化だ。牧場の政策発令すればもっと恐ろしいことに。次の本拠地予定の稲葉山城には3万5000必要みたい。でも収入もかなり増えてるからすぐに溜まりそうだ。本拠地移動までは政策の星上げ少し我慢。わしに続け。次の目標地は見つけ。お願いだから甲状腺しくじって進軍中の大名部隊吹き飛ばさないでね。クラブ建築ご苦労さん。でかい今川家が暴走してるんだけど、これやっぱ邪魔だし滅ぼすか。あとは予定変更して観音寺城で兵糧補給せずに先に機内狙おうと思う。変更理由は沢山城経由だと結局観音寺城から防衛部隊出てきてしまってそのまま甲状腺発動しない可能性があるから。確かに兵力回復が間に合わないかもな。なら伊賀上のルートで最終目標地を昇竜寺城にしてあらかじめ三好家の部隊も集めていこうって作戦だよ。確か他の城経由してても最終目標地には敵部隊集まるんだっけ。そうそう、だからちょうど到着する頃にはいい感じに敵部隊集まってるはずだよ。やべ、そういや今川家も六角家狙ってるんだった。機内からも主力先に出陣させて城攻めしていくんだぜ。六角家の防衛部隊出てきても通常戦闘で問題なく勝てると思う。今川家に先にタッチされて進めないな。マジで邪魔すぎる。しかも伊賀上野城は奪われそうだ。これは1年後大討伐会が開催されそうだ。おとなしくしてれば狙われることなかったのに。そして唐突に狙われそうになる朝倉家。いや朝倉家いい感じに城数多いから弱いし城増やしにはちょうどいいかなと思って。
三好家戦はおそらく主力全部隊集めないでも勝てるだろうし、一部別行動してもらおうかな。朝倉家じゃなく浅井家狙うのか。朝倉家は分断にも任せれそうだし、先に近場の浅井家から攻めようと思う。この二部隊中心に攻めていくんだぜ。亀山城制圧。まさかの今川家壊滅で草。それじゃあこのまま昇竜寺城で異風境発動しに向かっていこうか。三好家の部隊めっちゃ集まってるな。これならスムーズに異風境まで繋げれそうだ。兵を奮い立て、戦ぞ。帰り雲城制圧。カメラワークよ。我が部をご老じたか。別動隊も戦闘始まってるみたいね。こっちは自分が集まるまで調整中なんだぜ。やべ、トラヤスさん壊滅させちゃった。増山城制圧。マジで進軍中に失敗、異風食らわなくてよかったよ。朝倉家からも援軍来てたし、これは結構きつそう。昇竜寺城で接敵。次の手は何ぞ。よし、十分巻き込んでる。兵力差およそ倍だがな。能力と特性差あるから多分問題ないと思う。本願寺家からも援軍来てたみたいだ。とりあえず能力確認だけしていこうか。槍のじっちゃんは攻撃力高め。あと厄介そうなのは久秀でくらいか。先方厄介だけど、あの人すぐ戦場から帰るからそこまでの脅威でもないんだよね。このメンツの中での影党めっちゃ浮いてるな。道中兵力多かったし参戦させたんだよね。それに条件付きで城主にしてるから変更できないし。それじゃあやっていこうか。マップは小ぶつき弓マップ。作戦は各方面牙で潰す。以上。なんてシンプルな作戦。3箇所に分かれて戦闘中。各場所主力配置してるから問題ないと思うんだぜ。じっちゃん牙で速攻退場。そのまま各場所戦闘。これで中央突破。あとは退路狙いつつ敵部隊最後まで潰していくだけだね。正面の戦闘だけだったけどこの被害。しかも武田家主力半分くらいでこれだからな。しっかりと武勇を見せつけたんじゃないかな。早くも風のごとく。気持ちいい。結果は8つ。機内から三好家追放に成功。あとは奪った城の兵力がどうか。ちょっと城数確認。あと23。1年7乗ペースまでこの威風で進んだ。ここからどうするんだ。兵力まだ多いし、水上で兵糧補充してもいいかも。まあ遅かれ早かれ機内は制圧しないとダメだしな。到着できない部隊と兵力が少なすぎる部隊だけ騎乗して、あとは筒井城攻めしていくよ。機内の城主配置は主力たちが騎乗してからやっていくんだぜ。各城兵力めっちゃ多いし、全主力集結させて分断化するのがいいかも。最悪信玄はぼっちでもなんとかできそうだし。あ、でも今川家攻めするなら多少は主力残しておかないとさすがにきつそう。筒井城到着。兵力差2倍強。ただ兵糧不足でちょっと士気ゲージ削られてる。敵部隊平均兵力は2400ほど。士気ゲージ回復しながらの攻城戦だから設備破壊の条件付きだけど、騎馬と武勇のゴリ押しで攻めていくよ。ヤグ一族が能力高いだけだな。攻城戦開始。3箇所に分かれて設備攻撃していくんだぜ。厄介なのは工作兵人所。これ破壊しないと本丸攻めるどころか縄文戦でも防御力ダウン食らっちゃうよ。ようやく騎馬発動したな。今回全体的に騎馬発多め。発メンバーはメリーゴーランドさせてるがなかなか発動しないんだぜ。発動前に潰せるかと思ったけど無理だったか。惜しかったんだがな。各戦線きつくはないけど敵兵力が多いせいでなかなか突破ができない。ようやく設備破壊。これでゲージの心配はしばらくしなくていいかな。
このまま縄文行ってもいいが、一気に攻めた方が被害抑えれるから各戦線の部隊合流するまで待っていくんだぜ。各戦線突破して最後の縄文戦、割合ダメージ痛すぎるから兵力が少ない部隊で縄文攻撃していくんだぜ。こういう時影刀さんがちょうどいいね。問題なく縄文突破。ここで新人さん、まさかげさんの出番だね。別にいいんだけど、敵部隊本丸にいるのに交戦状態にならないんだけど。耐久値だけ削れてるな。マジで何やってんだ。そのまま本丸制圧。いや、なんで本丸制圧されて一緒に喜んでんだよ。急に芽生えきたのか。本当に寝返ったみたいになってて、草。さすがに一緒に勝ちどき上げてるのはバグだと思いたい。城は頂戴したぞ。筒井城制圧。これで筒井家滅亡。兵糧も回復できて、さらなる連戦ができそうだ。精神誠意お使いします。ヤグー一族だけ拒否。解放してあげよう。帰らせてもらうわい。よし、これで機内ほぼ制圧。機内ってあと岸和田城、花熊城、西華城、高取城の認識で合ってる？地方統一が終わってないから機内の範囲が示されてなくて微妙にわからないんだよな。まあ機内掌握の条件はほぼ達成されたから、あとは朝倉家、今川家の近場攻めていって城数増やすだけだね。まだ岸和田城と石山ごぼうの攻城戦待ってるがな。最後に兵力確認。エンディングまであと22。経過年数が7年5ヶ月だから、あと2年5ヶ月で22か。1年10ペースでいけば文句なしに終わりそうだ。10年以内は厳しいかと思ったけど、機内の異風況で一気に状況変わったね。割と現実的な数字になってきたな。ここまで来たら達成したい。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。